大谷翔平の直近8試合打率7割 OPS 2.0 超え。大谷翔平の直近8試合打率706.34.24.6本塁打20打点8盗塁出塁率730長打率 1.412 OPS 2.142 なんやこいつ。マイライフでもここまでしない OPS だけな。まあまあスタンダード高校野球かな。野球星人超えてもう野球の神様やろ。3割も乗ったし見栄えする成績になったな。感覚麻痺してきた。なんだただのバケモンか。こいつ9月から自走させてるだろ。いきなり覚醒したの何でなん。打撃フォーム変えたとか。調子落とすと監督とかコーチが調整してるって全見たな。ロボットかな。リハビリの片手までできていい成績じゃない。こないだまで280台だったよね。息苦しくなってくる。2週連続で週間 MVP やな。僕の考えた最強野球選手まさか実現するとは思いもよらなかった。まあ平常運転荒いすってるな。これ厳しい。まあスタンダードトリプルスリーを通過点にしてしまった男。日本人や下何やっても大谷と一郎以下なの泣いた。一応内足の席は空いてるぞ。両リーグ MVP は史上2人目両リーグ満票 MVP は史上初。まあまあスタンダもう野手だけでよくね。で来年から言われる投手大谷のジレンマ。単純計算で来季稼ぎ出す投手王より打者王の減少幅が大きくない限りはその理屈は通らないから野手専念はまずありえんわ。そもそも今季出すとしてキャリアハイペースとはいえ投打合計では別にキャリアハイでも何でもないし1ヶ月早く離脱した昨季よりも下って時点でな。言うて投手としてもドジャースの援護なら15勝以上は計算できるからな。投手やりながらでも40本は打てるしやっぱり二刀流の方がいい。打者としての記録を求める層からは野手だけやってくれって言われるかもね。来シーズンの打者専念したら三冠王に60、60、盗塁王まで獲得できそうだもん。管理人のつぶやき。大谷さんはこれまでのシーズンはさすがに終盤は疲れや怪我などで失速することが多かったですが今シーズンは違いますね。ヒリヒリする9月をそしてさらにヒリヒリする10月に向けて全く緩めずに突き進んでくれていますよね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。